なるべく打球点が入るところでしっかり自分のスピンを生かしてボールの下を擦る。フォアでのストップのポイントは、なるべく速い打球点でボールが上がってきてすぐのところを打球することと、しっかりボールを切るというのをポイントとしています。